今日は秋葉原にありますマクドナルドで、そうですね、期間限定の、はい、チキンマックナゲット100円、はい、100円と、はい、こちらをね、はい、1人5箱、はい、そうですね、早食いにチャレンジ、チャレンジします。じゃあ1についてよーいスタート。あかん。やったり顔してますけどね。いや食ったね、こんな揚げ物ばっかり、うん、予想で何分ぐらいですか？3分、5分、うん、あボンちゃん6分だったかな確か。ん？ボンちゃんが6分ぐらいだったんですね、5分か6分ぐらい、うん、ちなみに録画時間はもうすでに8分32分です。じゃあ6分ぐらいじゃない？多分だって準備してたじゃん。まあそうだね。まあこれは帰ってからのお楽しみですね。うん、うん、ではい、感想は？感想は、ええ、熱かった暑かった。暑かった。ああ、わかります。これ大量注文すると、うん、やっぱ出来たてが、うん、ね、そうだね、出来てくるから、うん、リスクがあるね。ああ、なるほどね。うん、じゃあ次回誰か挑戦するときにはね、注意してほしいなということですね。うん、そう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 。あのジュースは絶対買ってください。ああ、なるほど。ジュースは、うん、あの安くあります。うん。ちなみに、オーダーの限界は10個までだそうです。そうそう、1人10個までだそうです。頼めないから、はい、まあ、どんなにも投げて食いたくても、うん、50個そうですね、50個までしか食える。まあ10個でよかったよね、1人5個で。10個でもいけるけど、うん、まあね、お店が決めたルールをね守らないといけないから厳密に言うと俺が1人で10個頼んだからさ、うん、あのあっちゃん6号さんが10個って言えば別にいけたよね、うん、でも一緒に買ってた。まあね、うん、まあじゃあ次はどうしますか、うん、じゃあ今から昭和通り店の方行きますか行きますか、どうしますかいや行かない、はい、ということで、はい、投げた早食いでした。はい、お疲れ様でした。